NBA の50周年にあたる1997年のオールスターゲーム。この試合はマイケル・ジョーダンが14得点、11リバウンド、11アシストを記録し、オールスターゲーム史上初めてとなるトリプルダブルを達成します。しかし MVP に輝くのは偉業を達成したジョーダンではありませんでした。今回は90年代を代表するシューター、グレン・ライスについて話したいと思います。グレン・ライスは1967年5月にアーカンソーのジャクソンビルで生まれました。高校はミシガンにあるフリント高校に進学し、最終学年では平均 28.6 得点を記録、名門ミシガン大学に進学を果たします。1年生の時には出番に恵まれなかったものの、2年生から先発に抜擢され、平均 16.9 得点 9.2 リバウンドを記録、3年時には22.1得点とスタッツを向上させます。それでも NCAA トーナメントでは2年連続で UNC 相手に敗退に終わっていました。ライスの最終学年となる1989年のシーズンはミシガン大学にとって順調に進んだシーズンではありませんでした。ミシガン大学のエースでありカンファレンスの最優秀選手だったゲイリー・グラントが卒業、シーズン中の成績も12勝6敗で、トーナメントの直前にはヘッドコーチが交代。ミシガン大学の優勝を予想する者は皆無でした。それでもライスはシーズンを通して 25.6 得点を記録、カンファレンスの最優秀選手に選出されます。特筆すべきはそのシュートの確率で、フィールドゴールは 57.7%、 そしてスリーポイントは192本を放ち99本を沈め、シーズンを通して 51.6% の確率を誇りました。ライスはトーナメントでも活躍を見せます。スイート16での UNC 戦では34得点を記録し、天敵 UNC を撃破。イリノイ大学とのファイナル4では残り1秒でチームメイトのシュートによる逆転勝利、そしてシートンホール大学とのファイナルでも1点差を逃げ切り、ミシガン大学は NCAA チャンピオンに輝きました。その活躍が認められ、ライスはトーナメントの最優秀選手に選ばれ、1989年の NBA ドラフトにエントリーします。With the fourth pick in the 1989 NBA draft, the Miami Heat selects Glenn Rice from the University of Michigan. ライスは1巡目全体4位でマイアミヒートから指名されました。ヒートは創設2年目の新興球団でした。1988-89年のルーキーシーズンは77試合に出場、ロニー・サイカリー、シャーマン・ダグラスに次ぐ平均 13.6 得点を記録。それでも彼らの活躍も虚しく、ヒートはわずか18勝に終わります。ライスが3年目を迎える1991-92年のシーズン、ライスはチームトップの平均 22.3 得点、スリーポイントはリーグ2位の155本を沈めるまでに成長を見せます。そしてこの年はスティーブ・スミス、ブライアン・ショーなどタレントが集まり、ヒートは38勝を記録、球団史上初のプレーオフ進出を果たします。そして5年目の1993-94年のシーズンも平均 21.1 得点を記録し、42勝でプレーオフに進出。しかしプレーオフでは92年にはブルズ、94年にはホークスにいずれも敗戦に終わりました。翌1994-95年のシーズンはライスにとって印象的なシーズンとなりました。フェニックスで開催されたオールスターサタデーではスリーポイントコンテストに参加、決勝でレジー・ミラーを下し、この年のチャンピオンに輝きました。さらに4月に行われたオーランドマジックとの全米中継された一戦、フィールドゴールを27本中20本成功させ、キャリアハイの56得点を獲得、NBA 全体でのシーズンハイの記録となります。That's
that's not my man, and somebody didn't rotate and somebody didn't pick up. Rice for three. When you make field goals at that clip. Rice. Crowd has had some bright moments. He was getting a starting situation with Billy Owens. The FedEx remaining on the floor. Rice, yes. Not bend the knees at the right time. Rice. I don't know. Is Michael's 55 in sight? Rice. Yes. Orlando off the boards. Mark. Audubon here is Rice for three. シーズンを通してライスはリーグ10位の平均 22.3 得点を記録。しかしヒートは32勝に終わり、プレーオフ進出を果たすことはできませんでした。1995年のオフシーズン、ヒートはパッド・ライリーを招聘。そしてシーズンの開幕直前、アロンゾ・モーニングを獲得する見返りとして、マット・ガイガーとともにシャーロット・ホーネッツに移籍することになります。移籍初年度の1995-96年のシーズン、ライスはヒート時代同様に得点能力を発揮し、平均 21.6 得点を記録。ラリー・ジョンソンと共に活躍し、ホーネッツは41勝を記録。また、この年のオールスターには初めて選出されました。そして、1996年のオフシーズンには、チームはドラフト13位で指名した高卒ルーキーとのトレードでベテランセンターブラディ・ディバッツを獲得。またラリー・ジョンソンとの交換でニックスからアンソニー・メイソンを獲得します。パスの上手い彼ら2人の存在もあり、シーズンを通してリーグ3位の平均 26.8 得点を記録。さらにスリーポイントの確率はリーグトップの 47% を叩き出します。そしてこの年の NBA オールスターゲームでは大活躍を見せていきます。ライスは第3クォーターだけで20得点を獲得。この試合の MVP を受賞しました。ライスに引っ張られたチームは球団記録となる54勝を記録。ライスはオール NBA セカンドチームに選出されました。しかしプレーオフではニューヨークニックス相手に0勝3敗で敗れました。続く1997-98年のシーズン、ホーネッツは51勝を挙げ第4シードを獲得。ファーストラウンドではホークスを破り、キャリア9年目にして初めてプレーオフのファーストラウンドを突破します。セカンドラウンドではブルズと対戦、ゲーム2では一矢報いるものの1勝4敗であえなく散りました。1999年の2月、4ヶ月にも及ぶロックアウトは終了を迎えました。しかしホーネッツのオーナージョージ・シンの女性虐待の容疑が明るみに出たことにより、ライスを含めホーネッツの選手はトレードを要求。1999年の3月10日、エディ・ジョーンズ、エルデン・キャンベルとの交換で、ライスはロサンゼルス・レイカーズへ移籍となりました。シャキール・オニール、コービー・ブライアントを据え、優勝を狙うレイカーズは、ライスをラストピースとして迎え入れました。1999年のプレーオフでは、セカンドラウンドでスパーズ相手にスイープで敗退。しかしこの年のオフシーズンに、レイカーズは名将、フィル・ジャクソンを招聘することに成功します。そして1999-2000年のシーズン、レイカーズは67勝を記録し、プレーオフ全体のホームコートアドバンテージを獲得。ライスは80試合に先発出場し、チーム3番目の平均 15.9 得点を記録しました。プレーオフではキングス、サンズ、そしてブレイザーズを破り NBA ファイナルに進出。インディアナペイサーズとの対戦となりました。ライスの活躍が光ったのはゲーム2。コービーが第1クォーターに足首を負傷、この試合に戻ってこれないという危機的状況に直面します。しかしチーム第3の男であるライスが活躍、21得点を記録しチームを牽引していきます。When Rice with Crozier on him unleashes a three. Here's Glenn Rice for three.16 opener, Miller is 5 for 6. He's got Rice, who fakes his way by him, and can run the double. They swing it up top to Rice. And Rice, Glenn Rice, for 3.
その後、ゲーム6でも16得点と活躍し、レイカーズはこの試合に勝利。ペイサーズを4勝2敗で破り、キャリア初の NBA チャンピオンに輝きました。しかしこの年の優勝は、ライスにとって決して心から喜べるものではなかったのかもしれません。シーズンを通してトライアングルオフェンスの順応に苦しみ、またディフェンスでも穴になることが多く、フィル・ジャクソンの信頼を完全に得ることができずにいました。また、ファンから人気の高かったエディ・ジョーンズとの交換でやってきたライスには、ロサンゼルスのファンから常に厳しい目で見られていました。結果、不満を抱いたライスはシーズン終了後にトレードを志願。レイカーズをわずか1年半で去り、ニューヨークニックスへ移籍しました。ニックスではアラン・ヒューストン、ラトレル・スピリュエルの控えとして、シックスマンでの起用にとどまり、平均12得点に終わりました。そして、怪我に苦しみながらもロケッツで2シーズン、クリッパーズで1シーズンを過ごし、15シーズンにわたる NBA キャリアに幕を閉じました。今回はグレン・ライスについて話しました。90年代のシューターの中でも、彼はひときわ多くの得点バリエーションを持つ点取り屋でした。キャリアの序盤をエクスパンションチームで過ごし、終盤はチームを転々としたことから、見る人によっては決して印象に残るプレイヤーではなかったかもしれません。それでもホーネッツで過ごした3年間は、スリーポイントを 44% の確率で沈め、間違いなくリーグを代表する選手の一人でした。そして彼もまた、現代で輝ける選手の一人だった。そう言える選手かもしれません。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。また動画が良ければコメントやチャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。